もね自分の息子がカートやってるとかってね、はい、あんまり言わないもんだから。あら、まあ言わないでしょうね。でも、うん、やらせてみたものの箸にも棒にも引っかかんなかったらそれはそれで恥ずかしいだろうから、多分ある程度目処がつくまでは言わないかもしれないですね。たちかちはやっぱりそういうところはお父さんとしても自分の息子が自分の職業に入ってくるのは嬉しいかもしれないけど、そんなに甘い世界じゃないってことを知ってるがゆえに、はい、俺の息子をレイさんしたいんだってあんまり言わないね、親父は。へー。そんな立ち会長なんですけども、立ち会長ももともとレーサーでいらっしゃって、高校の時にご自分たちでなんかあのレーシングチームを同級生たちと組んだっていう、それなぜそういうところからだったんですか。僕はね、あの小さい時は全然車興味なかったんですよ、はい、の興味ないどころか、もう車に乗ると酔うぐらいね、え軟弱だったの。酔う、うん、はい。で、たまたま僕は生まれが三重県なんで、はい、車の好きな友人が、まあ、金がないでしょ、当時、はい、で、あの鈴鹿の第2回グランプリをね、見に行こうって誘われて、はい、で金ないからおめんち泊めろ、僕実家がまだあったんで、はい、実家に泊めろって言われて一緒についてったのがハマっちゃった理由なんですよ。そのハマったきっかけって何だったんですか。もうね、なんでしょう、音、サウンド、まあ匂い、はい、匂いはね、まあ、当時はこうなんだろうな、あの、オイルもあの植物性のオイル使ってたんで、はい、まあご存知の方がいるかどうかわかんないけど、カストロールのね、カストロール燃える匂いがして、はい、独特の香りがありますよね、だから、まあ、スピードと音と匂いと、まあ、はい、要するに五感でなんかこうビビッと感じちゃって、はい、全く車嫌いな僕が、はい、やってみたいと思っちゃったんですよね。非常にあの珍しいケースですよ。普通はなんかどちらかというと中島さんのように周りがなんかちょっとレース関係者がやっぱいらっしゃって、はい、割とそういうところから入る方って多かったりしますよね。それがないとなかなかきっかけって少ないですよね。あと、まあ見に行って自分でやってみようと思うバイタリティがある人もなかなかいないのかなっていう気もしますよね。はい、そんな中から会長をやりだしましたけれども、そんなに簡単な世界じゃないですよね。ああ、それは大変な世界ですね。で、27歳ぐらいの時に会社を立ち上げられまして、はい、で一緒に選手、それからチームオーナーで会社の経営者と、ある意味でもいろんなことを全部やってらっしゃったわけじゃないですか。まあ、うん、まあ、そうなんですけど、レースを始めて会社を作ったのは、まあ、たまたま僕トヨタのレーサーで、はい、トヨタがレース辞めちゃって、はい、続けるためには、はい、自分で会社を起こすしかなかったという、もう本当に自然の流れですよね。すいません、そんなの言うたら身も蓋もないじゃないですか。でもそういう現実があったという、うん、そうそう、そういうことですね、はい、でもそれを乗り越えて自分で今こういう一つの確固たる地位を築いてるわけじゃないですか、うん、その会長から見て中島さんって今どういう存在なんですか。いやいや、もううちのもうエースで、はい、もうこの人をいてうちがある。すみません、半笑いなんですけど中島さん。いや、本当、いや、トムスのね、トムスのエースというか、もう彼はもう今トヨタのエースだから、はい、とっても大事な素晴らしい、この人がどんどんもっとね、はい、勝ちまくってね、もっともっとスターになってね、僕はね、もう一回 F1 行ってもらってもいいと思ってるぐらいだよ、はい。その F1 の話がありましたけども、はい、中島和樹選手が F1 に参戦したのは確か2008年ですね。そうですね、2009年ですね、はい、はい。まあ、その前の年とかがね、テストドライバー等々ありましたけど、はい、やっぱり自分なんかレーシングドライバーとして F1 っていうのは非常に大きい存在です。そうですね、やっぱりそもそも自分がレースを見るようになったきっかけが、はい、やっぱり父親が F1 に入れていた、はい、まあ、僕85年生まれなんで、本当に生まれて、まあ、物心ギリギリ覚えてるか覚えてないかぐらいの頃は大体父親が F1 で走ってて、それを見てて育った、はい、環境だったんで、はい、やっぱり F1 っていうのは、まあ、憧れというか、もうなんかすごすぎる存在というか、逆に身近にいるんで、その F1 っていうもののすごさが分かる分、あんまりこう逆に夢にもう見れないぐらい、まあ、現実的にすごい世界なんだな、でも自分には自分が関わる世界じゃないなって子供の頃は思ってたんですけど、はい、まあ、なんだかんだこうレースを続けていってやっていく中で、まあ、いろんなね巡り合わせもあって今まで行くことができたんですけど、まあ、初めてだからその F1 の場に自分が立った時は本当に、まあ、信じられないぐらい、まあ、なんかそこにいるのが不思議な感覚でしたね。